どうもー、ケンタロウです。はい、皆さんお久しぶりです。イエーイ。前回の秋田で語るに出て発表してきましたという動画から、2ヶ月近く経ってしまいました。間が空いてしまってすいませんでした。いやー、前回の秋田で語るの動画も前の動画から1ヶ月くらい間が空いて秋田で語るっていう動画を出してたと思うんですけども、さらにそっから2ヶ月近く空いてのこの動画ということで、ご無沙汰しております皆さん、本当にすいませんね。なんでこんなに間が空いてしまったかというとですね、その前回の動画を上げてからよしやるぞってなった時に、ちょっと暑さで体がバテてしまいまして、はい、で暑さで体がバテたのから回復したら、今度は仕事がちょっと忙しくなって、でさらに仕事が忙しいのが落ち着いたら、今度は免疫が下がって体調を崩して、でその体調を崩したのが回復したら、今度はまあちょっとメンタルが弱ってしまってっていう感じで、動画の撮影編集に至るまでのちょっと時間を要してしまったという感じになります。すいませんでした。はい、でこっからちゃんとね、もうもはや動画上げる詐欺の常習犯なんで、はい、あまり期待はしないでください自分で言っちゃダメですけどね。はい、こうして動画投稿の間が空いてしまったのにもかかわらず、今現在チャンネル登録者数のなんと284人と前回から20人ぐらい増えました。本当にありがとうございますね。ジャンルももうバラバラで、本当に何のチャンネルなのかっていうのは自分でも分かんないくらいに迷走してしまってるんですけどもね、チャンネル登録者の方が増えてくださって本当に嬉しいです。で年内に300人いけばいいかななんて思ってたんですけど、それも現実味を帯びてきましたね。いやー、頑張りたい、本当に頑張りたい、頑張りたい。皆さん力を分けてください、お願いします。はい、ってことでですね、まあ今後なんですけども、まず今後はですね、その今まで円盤投げとかフクロウとかの動画で結構登録者数の方とか、その知ってくださる方が増えたので、まず改めてもう一度自己紹介の動画を作ろうかなというふうに最近は考えております。あとはですね、ツイッターでは次はバイクの動画あげますなんて言って全然できてないんで、まずできたらバイクの動画、もう音割れすぎて自分でも何喋ってるかわかんないんですけども、一回ね、予報では降んなかったけど夜明けよりずっと南下してってね、まあ編集できるところは編集してまず頑張ってあげて、であとはまあコミュ障なんで、まあなんか喋る動画ですね。特にオチもひねりもない喋る動画になると思うんですけども、まあそれでも上げてみようということで、ちょっと頑張ってみますね。はい、ということでですね、今回の動画はこんな感じに、まあ言い訳というか空いてしまった理由と、あとは簡単な今後についてのお話の動画ということになりました。ということで、寒くなってきました、皆さん体調気をつけてくださいね。はい、ご視聴今回もありがとうございました。それでは、ヘバナー。